シウオンは、韓国の歌手、俳優、タレントであり、男性アイドルグループスーパージュニアのメンバーである。本名、チェシウオン。韓国ソウル特別市出身、SM エンターテインメント所属。身長183センチメートル、体重67キログラム、血液型は B 型。1987年2月10日に、韓国ソウルで生まれた。 非常に厳格なキリスト教信者の家庭で育ち、父は貿易会社の会長でオンの家庭は非常に裕福で知られている。16歳の時にスカウトされ、SM スターライトキャスティングシステムのオーディションを受けるよう勧められる。しかし、当初、芸能界に入ることを両親が認めなかったため、内緒でオーディションを受けていた。その後、オーディションに合格し、両親の検討を経て、 SM エンターテインメントと契約することが許された。父は契約することを許してくれたけれど、親に頼らず、自分の行動に責任を取るようにしなさいと言われたと、後にシオンは語っている。契約後は研修生用の寮に引っ越し、歌、演技、ダンスの練習を積み、デビューに備えていた。2003年、デビュー前に、女性グループ店常チキザ・グレースのメンバー、 ダナのミュージックビデオに出演した。2004年には映画、僕おさむの出演に備え、事務所は、シオンと少女時代のヒョヨンを北京に行かせ、中国語と中国史を一緒に学ばせた。シオンは北京で3ヶ月学習した後、韓国に戻り、1年後のスーパージュニアのデビューに向けて準備した。2004年から2005年にかけて、KBS で放送された連続ドラマ、 背景、ご両親様に少しだけ出演した。2005年、ドラマ、18.29妻が、突然18歳の出演後ほどなくして、シオンを含む一二人組の男性グループが、公式デビューすると、SM エンターテインメントが発表。シオンは、スーパージュニアとしてデビューする数ヶ月前に、ボムソクのファッションショーに、モデルとして同グループのメンバー。 ハンギョンと一緒に出演した。公式的には、これがシオンのメディア初登場となっている。その後、2005年11月にスーパージュニアとしてデビューし、以後は主に歌手、俳優として活動している。2007年後半、中華圏をターゲットにした、サブユニットグループスーパージュニア M が結成、シオンもメンバーとなる。スーパージュニア M は中国音楽業界初の中間。 両国系出身者による国際的グループとして中国音楽業界で各国出身者による音楽グループが登場する先駆けとなった。2008年4月8日、スーパージュニア M は第8回年間音楽チャート賞の舞台で中国にデビューし、同日最初のミュージックビデオ U を発表。2008年4月23日、 最初のアルバムで歌詞のほとんどが中国語の名を発売。中華圏諸国の音楽チャートを席巻し、中国で年末に受賞される主要音楽各賞の最高人気賞をすべて獲得した。テレビドラマ出演では、背景、ご両親様と18.29妻が突然18歳の後、春のワルツで前作より少し出番の多い脇役に選ばれた。 このドラマの女性主人公は10代で懸命に、働いている少女で、シオンはその義亭パクサンウ役を演じた。ミュージカルデビューもした後、香港の大作映画、僕おさむで主演アンディラウの敵役、両敵役に選ばれる。2006年11月、僕おさむの出演者は、映画の宣伝のために中国4都市をめぐった。公開後の僕おさむの評価は、 様々だったが、シオンの演技は注目された。主演のアンディ・ラウンには、誠実で礼儀正しい俳優で、香港の新人俳優たちの良い手本だと評価された。僕をサム公開の半年後2007年に、スーパージュニアのメンバーが出演する高校を舞台にした、推理コメディ映画、花火難連続ボム事件の主役の一人に選ばれ、真面目で厳しい生徒会長を演じた。同じく2007年に、 二回に分けて放送された二時間ドラマ、イルジメガイデンコを丹田に主役イモンニオン役で出演した。2010年1月、SBS の連続ドラマ、王、マイレディでドラマ初主演。ラブコメディ作品で、シオに演じる人気俳優が一緒に住むことになった35歳の女性と暮らすうちに人間的に成長していくという作品である。また2010年12月からは、 ドラマ、アイリスの関連作品として制作された連続ドラマ、アテナにテロ対策局要員でデータ分析担当のキムジュの役で出演した。2011年、台湾ドラマ、スキップビート。華麗なる朝鮮にもドニエと共に出演した。2015年、ウェブ漫画、インタビューの半券をエンターメディアピクチャーズと提携し購入。映画化へ向け準備している。 演技とスーパージュニアでの活動以外に様々なファッションカタログやコマーシャルにも出ている。2010年3月3日にアンドレ・キムのファッションショーで F と一緒に出演した際には多くのサンジとメディアからの注目を集めた。他にもコスモポリタン、L、メンズヘルスなどの有名雑誌でシュオンが特集され、アルマーニ、ラコステ、グッチなどの有名ブランドでモデルを務めている。 スーパージュニアの作品を参照。スーパージュニア M を参照。ありがとうございます。